3年生だけの生放送はすごい久しぶりだなと思っていたのですが、うん、調べてみたところ、うん、なんと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 、 なんと2016年4月9日以来実に6年7ヶ月ぶりですねマジでマジでマジでまだあるまだあるまだあるまだ読む最後まで読む まだアクア初の生放送から3ヶ月しか経っていない時期だったということで、ういういしさもあったような気がしますが、うん、当時と今で3年生の空気感や雰囲気に何か変化はあったりしますか。いやー、まあ、見てわかるでしょ、もう6年7ヶ月はでかいよもうこの落ち着きよ、うん、いやすごい落ち着いてるよね、うん、落ち着きよ、なんかもうね安定してるよね。もう今日あれだからね、うちらもローファー履かないでスリッパ履いちゃってでもすごいキャンプっぽいよ。キャンプっぽいね。椅子的にもあれだけど背もたれにめちゃめちゃ背もたれちゃってるもん。よかかっちゃってるよかかっちゃってる、うん、6年7ヶ月でファーストライブとかもしてない頃ってことだね。そっか、そりゃういういしいに決まってるよね。え、来ませんわ、遅いですわいやー早く座りなさい。ごめん、大変、ごめんね、ソーリー。止めないわよ、早く座りなさい、もう始まって、もう始まってるぞ。はい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 、はい、進めましょうね。はい、ということで、せーの、こんばんは。紹介をしていきましょう。まだね、うん、初めましてっていうことでしょ。だって、ね、そんなことしてる人いた、そんなことしてる人はいるっけ、わかんないそれはちょっと不確かだけども、頑張るび頑張るびふわわからのあいやーイエーイ。ねえ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 、見て見て、後ろ、私たちの後ろ見て、こうあるでしょ。ドゥ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 、はい、始めるわよ。大丈夫ですね。はい、せーの、こんばんはー、はい、秋は日本生課題活動始まるよ、始まるよ。7年前ぐらいで、私たち今8年目だから本当に活動初期だね。うん、そうだよね。でもそんなに3年生のやつなかったんだね、うん、意外だよね。なんかね、うん、ラジオとか、うん、ラジオとかは多分あったかもしれないけど、うん、生放送というものっていうと、そうかそうか、生放送って括りにすると、うん、そんなに経っちゃうんだね。